て後部座席で寝かせておき、自分は前の座席にいたと話していることが分かりました。警察は車を押収するなどして当時の状況を調べています。世界各地で感染が広がるサル痘による死者が南米ブラジルとヨーロッパスペインで確認されました。アフリカ以外で死亡例が確認されるのは初めてとなります。ブラジル保健省によりますと、サル痘にかかった41歳の男性が死亡し、持病があり免疫不全を抱えていたということです。スペイン保健省も国内で初めてサル痘に関連する死者が出たと発表しました。サル痘は78カ国で1万8000人以上の感染が報告されていて、これまでにアフリカで5人の死亡が確認されていますが、それ以外の国での死亡例は確認されていませんでした。横浜スタジアムの前の交差点で車2台が衝突し、1台がスタジアムに突っ込みました。午前3時前、横浜市中区の交差点でワンボックスカーと乗用車が衝突し、ワンボックスカーが横浜スタジアムの入り口に突っ込みました。ワンボックスカーに乗っていた男性2人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷で、警察はどちらかの信号無視の可能性も視野に調べています。東京あきる野市で2階建ての住宅が全焼する火事がありました。今朝7時前、あきる野市上四つ木で近くの建物から黒い煙が出ていると119番通報がありました。この火事で木造2階建ての住宅が全焼しましたが、けが人はいませんでした。警視庁によりますと、当時住宅には誰もいなかったということで、警視庁は原因を調べています。今日全国の新型コロナウイルスの新規感染者は22万1443人で、3日連続の20万人超えとなりました。東京都では今日3万6814人の感染が確認され、先週の金曜日から1819人増え、10日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。また北海道で6594人、埼玉県で1万3155人、福岡県で1万4060人など11の道県で過去最多となっています。全国では22万1443人の感染と122人の死亡が確認されています。一方、厚生労働省によりますと、昨日時点での全国の重症者は376人で、前の日から30人増え、3日連続で300人を上回っています。安倍元総理が銃撃され死亡した事件で、体に2発受けたとみられる銃弾のうち1発が見つかっていないことが分かりました。捜査関係者によりますと、山上徹也容疑者は1回に6発の弾が発射される手製の銃を使ったとみられています。安倍元総理は体に2発の銃弾を受けたとみられていますが、このうちの1発が見つかっていないということです。弾は貫通してはいないということで、治療中に体内から外に出たとみられています。白い壁に黒いスプレーで大きく書かれた落書き、アルファベットのように見えますが、この文字に特に意味はないといいます。落書きをし器物損壊の容疑で逮捕されたのは、飲食店の従業員中村陽介容疑者と無職の藤本信久容疑者です。犯行が行われたのは渋谷区にあるトンネルの壁。落書きをしたのは中村容疑者で、藤本容疑者は見張り役をしていたとみられています。警視庁の調べに対し中村容疑者はこう話しています。グラフィティが好きで書ける場所を探していた。壁をよく見ると、ところどころ白いペンキが濃くなっているところがあります。この壁は今年1月にペンキを塗り直したばかりでした。清掃するのにかかる費用はおよそ9万円。逮捕された2人は間違いありませんと容疑を認めているということです。参議院選挙で初当選した NHK 党のガーシー議員が来週召集される臨時国会を欠席する方向であることが分かりました。
アラブ首長国連邦のドバイにいるとされているガーシー氏は日本に一度も帰ることなく当選していましたが、 NHK 党の立花党首は今日会見で来週の臨時国会には 100% 出てこないと明言しました。牛を襲い続ける巨大ヒグマ、3年ぶりに捉えられたその姿は、体長は3メートル、推定体重は300キロ以上、幅18センチの巨大な前足、そこから付けられた名前は OSO18。 北海道標茶町、この3年間周辺の牧場で60頭以上の牛が巨大ヒグマ、foi que sequer engastou esses 45. Alisa. Yes. Alisa. Hey. Alisa.